ラボスデ・ガリシアは、スペインガリシア州で発行されている、日刊誌。使名は、ガリシアの声を意味する。ガリシア地方のアコルーニャにおいて、1882年に、フアンフェルナンデスラトーレによって創刊された。ガリシア州を代表する、日刊誌とされ、ガリシア州では最も発行部数の多い日刊誌であり、スペイン全体では8番目に発行部数の多い、日刊誌である。 紙面には、主としてスペイン語が用いられているが、文化面やオッピニオン面には、ガリシア語も使用され、ガリシア語の比率は5%程度である。創設者のフアンフェルナンデス・ラトーレ1882年、フアンフェルナンデス・ラトーレによって、ラボスでガリシア氏が創刊された。当時の紙面は、共和主義、進歩主義、開放的だった。1930年代のスペイン第二共和世紀の、 発行部数は2万部以上だった。1953年にはフェロル支局が開設され、1959年にはサンティアゴデ・コンポステーラ支局が開設され、1964年にはカルバージョ支局が開設された。1960年代には創設者の孫であるサンティアゴレイフェルナンデス・ラトーレが経営者に就任し、本市の発行部数は拡大を始めた。 1978年には、ガリシア地方内の7都市に編集局を有していた。1990年以後には、ガリシア州出身者が多いマドリードに支局が開設された。1992年には、アコルーニャにボスで、ガリシア社の本社ビルを建設した。アルテーショ支局現在では26の支局で、経営14の異なる版が発行されている。レアルアカデミア、 ガレガを創設したジャーナリストのマヌエル・ムルギアの誕生日である5月17日はガリシア文学の日として祝福される。2000年の5月17日にはガリシア文学の日を記念してラボスでガリシア神のウェブサイトが開設された。近年では2500万ページビュー、月と250万ユニークユーザーを有するサイトとなっている。スペイン語のデジタル版の他に 機械翻訳によるガリシア語のデジタル版を閲覧することもできる。ガリシア州に拠点を置く多くの新聞と同じように、ラボスでガリシア氏もガリシア州政府からの助成金に依存しており、編集上の独立性を大きく損ねている。中道右派のガリシア国民党が、中道左派のスペイン社会労働党イコール、ガリシア民族主義ブロック選挙連合を破った2009年、 ガリシア州議会選挙後、本市は400万ユーロ以上の助成金を受け取っており、本市に対抗するために2008年に創刊されたショルナルデ・ガリシア氏などは、本市がガリシア国民党に対して、好意的な報道をした結果であるとして批判している。創刊間もない時期には、知識人のマヌエル・ムルギアや、エミリア・パルドバーさんなどが論評を行った。他の機稿者には、サンティアゴ・カサレスキロが、 アンドレス・マルティネス・サラサール、マヌエル・アスナール、ラモン・オテイ・ロッペ・ドライオなどがいる。1931年から1936年のスペイン第二共和世紀は本史の黄金期だったとされ、ジュゼップ・プラ、フリオ・カンバ、グレゴリオ・マラニョン、アソリン、ラモン・ペレス・デ・アジャラなどがコラムニストに名を連ねていた。1950年代には小説家、詩人、 劇作家のアルバロクンケイロや、著作家のアウグストアッシア、アメリカ人コラムニストのウォルター・リップマンなどの文章を読むことができた。1970年代末からの民主化後期には、フランシスコ・ウンブラルの文章も掲載された。1993年の発行部数は10万7446部であり、2003年の発行部数は11万1000部だった。 2008年の発行部数は10万3341部であり、2011年の発行部数は9万4844部だった。ありがとうございます。